もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。今月放送30周年を記念して一挙再放送されていた大人気ドラマシリーズ古畑任三郎、田村正和さん演じる古畑任三郎が持ち前の卓越した推理力で犯人のトリックを解き明かす本格ミステリードラマであり、終了して数十年経った今も根強い人気を誇っています。そんな古畑任三郎シリーズを放送していた頃のフジテレビは黄金期を築いていましたが、現在のフジテレビは局の看板である月9枠でさえドラマの視聴率が低迷しており、大人気シリーズ古畑任三郎復活計画を企てているという噂が出てきました。しかしファンからはやらないでほしい、幻滅したなどの声が相次いでいるそうなのです。そして再放送されていた古畑任三郎にてスマップ5人の写真が黒塗りされており、その衝撃的な理由が話題となっています。また古畑になるには4時間必要といった今だからこそ関係者が明かす田村正和さんの役作りの秘話も注目を集めています。今回は何かと噂になっている古畑任三郎シリーズについて、そして田村正和さんについてお調べしまとめましたので、最後までご視聴お願いいたします。今年の5月からフジテレビにて放送30周年を記念して一挙再放送されていたドラマシリーズ古畑任三郎の放送が6月21日に終了しました。同作は故田村正和さん演じる古畑任三郎が犯人のトリックを解き明かしていくミステリードラマとして人気を誇っています。94年に警部補古畑任三郎としてスタートした同作は3シーズン続き、数々のスペシャルスピンオフなどを12年間にわたって放送し、根強いファンを生みました。先日再放送が終わると SNS にはこんなファンの悲しみの声が相次ぎました。古畑ロスだわ、また見たい。小学校の時おばあちゃん家で再放送を見てからというものずっと好き、超面白い、おかわり希望、昔も見てたけど今見ても面白い、もともとミステリー好きなのでまたこういうドラマやってくれないかな。そんな古畑任三郎を放送していたフジテレビは現在低迷しており、黄金期を築いた月9枠でさえドラマの視聴率が低迷しているようです。芸能ライターはこう語ります。フジの月9といえば最終回の視聴率が 37.8% を記録するなど、最も視聴率が高かった一つ屋根の下を筆頭に、東京ラブストーリー、101回目のプロポーズなど数々の高視聴率ドラマを生み出してきました。さらにはロングバケーション、ラブジェネレーション、ヒーローなど木村拓哉主演のヒット作を連発させ、キムタクを平成の視聴率男に押し上げた、いわばフジテレビにとっての看板枠です。しかし近年は低迷が続き、2023年だけを見れば7月期の「真夏のシンデレラ」以降1年を通じて一度も2桁の視聴率を獲得できませんでした。これに局は焦りを感じているようです。そこでフジテレビが起死回生の一手として古畑任三郎の復活プロジェクトを狙っていると一部メディアが報じました。芸能ライターはこう語ります。記事では6月21日まで同局で再放送された同ドラマの視聴率が高かったこともあり、フジサイドが脚本家の三谷幸喜氏にも承諾を得た上でキャスティング作業を進めていると報じられています。肝心のポスト田村の人選に関しては、木村拓哉、福山雅治、大泉洋、ディーン・藤岡、長谷川博己らの名前が挙がっているそうで、現状では木村が最有力視されているとのことです。癖の強すぎるキャラクターとして知られる古畑任三郎の復活の可能性に、ヤフーニュースのコメント欄には名前が挙がってる中では長谷川さんのアンチヒーローでの怪演が記憶に新しい新境地を切り開いてくれるのではないかという期待感はある。木村さんだとモノマネになってしまう、大泉さんで見てみたい気もするなど、新キャストでの古畑任三郎の復活に
期待を寄せる声もあるものの、別の俳優が古畑を演じる声に反発する、こんな声の方が圧倒的に多く上がっています。古畑任三郎の大ファンで、放送された回スペシャルは全てディスクに保存、再放送も欠かさず見ています。でも新作に関しては全く興味ありません。というよりやらないでほしいです。この作品は演者含めて完成され完結しています。どなたが演じても名作を超えられるとは思えません。田村正和さんが亡くなった際、三谷幸喜さんは、田村さんがいなくなってしまった今、古畑任三郎が事件現場に戻ってくることはもうありません、というコメントを送っています。そもそも古畑任三郎という作品は、田村さんの演技をイメージしながら三谷さんが脚本を書き、その脚本のイメージに沿うように田村さんが役作りを徹底するという、お互いがリスペクトを送り合うことで創出された傑作です。そんな三谷さんが古畑を別人に演じさせるわけがありません。本気で他のタレントで古畑をやろうなんて考えてるんだったら、マジでフジテレビは終わってるわ。名作だからこそ復活に反対の声も出てくるのでしょう。そして再放送した古畑任三郎にはこんな問題もついてきて話題となりました。問題となったのは6月18日に放送された第3シーズン第11話最後の事件後編です。ドラマに登場したアイドルグループスマップメンバー5人の顔写真が黒塗りされていたのです。問題視されたのはドラマの序盤にて古畑任三郎が一人語りをするシーンでした。古畑任三郎の背景には歴代の犯人役を演じた俳優陣の写真がタイル状に並んでいたのだが、画面に向かって右側最上部に並んだ5枚のパネル写真が黒く塗りつぶされていたのです。99年6月22日にドラマが放送された当時は、この部分に同年1月3日放送の古畑任三郎 vs スマップで犯人役を演じたスマップのメンバー全員の写真が並んでいました。なお今回の一挙放送ではスマップの出演回は再放送されていません。なぜこんな事態になったのでしょうか。キー局でドラマ制作を務めるプロデューサーはこう語っています。グループの場合は権利関係が複雑で、あるいはスマップを登場させた場合、解散当時に裏切り者と罵られた木村拓哉さんが再びバッシングされる可能性があるので、テレビ局が配慮したと報じているメディアがありましたが、実際の理由はそんなことではなく、もっと単純です。ドラマを再放送するときは出演者全員に許可を取る必要があります。拒否する人が一人でもいたら再放送できません。ちょい役なら出演シーンをカットすればいいのですが、主要なキャストとなればそれは難しいですからね。役者にとって再放送は本来嬉しいものですから、そんなケースは滅多にありませんが、70年に放送された TBS 系の冬の旅というドラマがありました。とてもいいドラマで、 TBS は何度も再放送を試みましたが実現していません。どんな理由からか定かではありませんが、出演していた田村正和さんが OK しなかったからです。また売れる前に出ていたドラマが黒歴史になるような場合もあります。有名な話で言うと、超人気女優が若い頃に出演したドラマで裸のシーンがあったのですが、封印したいのでしょうね。 DVD 化もされませんでしたし、今後も再放送は望めません。古畑任三郎もスマップ側が OK しなかったからということなのでしょう。スマップのうち誰か一人が拒否したら再放送はできない。逆に5人全員が OK していたとしても、当時スマップはジャニーズ事務所を通して仕事を受けているはずですから、解散したとしてもグループに関するさまざまな権利は事務所が持っているため、事務所が許可しなければ映像も使えないんです。このように最終決定権があるジャニーズ事務所が持っていた音楽原版等の版権は新会社スタートエンターテイメントに段階的に移管される予定でしたが、映像に関しては詳細な扱いが明らかになっていません。しかし一度使用 NG になったものがその後 OK になることはないそうで、プロデューサーはこうも語っています。特許のような有効期限や時効みたいなものはありません。冬の旅
の田村さんの例で言うなら、亡くなって3年経ちますが、本人が OK しないまま亡くなっているので、誰かが代わって OK することはできず、今後も再放送はできません。 SMAP も同じです。当時許可しなかった事務所自体が今はないため、新しい事務所が代わりに許可することはできない。結局どこにお伺いを立てたらいいかわからず、テレビ局としても面倒くさいことはしたくないんです。このように5人での出演作が永久封印の状態になっていることが原因で、古畑任三郎の再放送にてスマップ黒塗り事件になってしまったようです。そんなスマップが封印されても関係なく、ドラマが人気の理由の一つは、古畑任三郎の独特なキャラクターが視聴者に支持されたことでした。その唯一無二のキャラクターを作り上げるため、田村正和さんは陰での努力を続けていたそうで、制作関係者はこう語ります。田村さんはどんなに朝早い撮影でも、入り時間の4時間前には起床し、コンディションを万全にされていました。なぜそんなに早く起きるのか聞いたところ、画面に映し出された時に役者田村正和でいたい、むくみも取りたいし、発声もしておきたいからね、そうなるまでに僕の場合4時間必要なんだとおっしゃっていたのをよく覚えています。脚本を担当した三谷幸喜さんは過去にインタビューで、古畑任三郎が眉間に指を当てる仕草は田村さんが考えた演技プランですと明かしており、田村正和さんが古畑任三郎のキャラクター作りに積極的に関わっていたことが分かりました。放送開始から30年経った今もなお愛されるキャラクター古畑任三郎は、役作りに労力を惜しまない田村正和さんの役者魂から生み出されていました。そんな田村正和さんと三谷幸喜さんの脚本、そして豪華なゲストによるユーモアとシリアスが奇跡のバランスで両立した名作だったのでしょう。今回は最近再放送され話題となっている古畑任三郎についてまとめましたが、古畑任三郎シリーズは田村正和さんなしではありえず、噂されている復活はなさそうです。昨今の元気のないフジテレビは古畑任三郎に頼りたい気持ちもわかりますが、田村正和さん亡き今、古畑任三郎を他のキャストでやっても逆効果でしょう。今のフジテレビは古畑任三郎をやるのではなく、新しく第二の古畑任三郎を作るべきです。新しく自分たちで作っていかないと意味もありません。そんな新しい風を吹かせて、再びフジテレビに黄金期が来るといいですね。その前にもう一度改めて古畑任三郎シリーズを振り返って堪能するのもいいですね。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。